フェルバッハは、ドイツビュルテンベルク州、レムスムル郡に属す市である。シュトットガルトの北東に境を接している。本市は、シュトットガルト地方及び、シュトットガルト大都市圏に属す。本市は、郡庁所在地のバイブリンゲンに次いで、レムスムル郡で2番目に大きな町であり、バイブリンゲンともに、周辺市町村の中級中心を成している。 フェルバッハの人口は1950年代に2万人を超え、これによって1956年4月1日に発行したバーデンビュルテンベルク州の市町村法に基づく大都市となっている。2018年現在の人口は4万6千人強である。フェルバッハはネッカーボンチの南部、ネッカー川とレムス川の谷に挟まれたシュールバルトの市脈にあたる高台に位置している。 この高台は、本市内では、カペルベルク、ケルネンといった山をなしている。地域の北部は、シュミーレナーフェルドと呼ばれる地域にまで広がっている。フェルバッハは、東から時計回りに、以下の市町村と境を接している、バイブリンゲン、ケルネン・イムレムスタール、シュトガルト、レムスエックアムネッカー。フェルバッハ市は、中核市区と、以前は、 独立した町村であった趣味デンとエフィンゲンの2、宿からなる。両宿は、中核宿とほとんど境界がわからないほどに一体化している。それぞれの宿内には固有の名称をもって識別される、居住地が存在するが、多くの場合正確な境界が設けられているわけでは、ない。フェルバッハ市は5つの集落地区に分けられる。フェルバッハ地区には、フェルバッハ本体とリンドレ集落が属す。 エフィンゲン宿には、エフィンゲン本体とゲヘフトテンホーフが、シュミーデン宿には、シュミーデンが属している。フェルバッハは隣接するバイブリンゲンと共に、シュトットガルトを中心とするシュトットガルト地域内の中級中心となっている。バイブリンゲン、フェルバッハ中級中心地域には、レムスムル訓南西部の市町村、すなわちベルブレン、ケルネン・イムレムスタール、コルプ、ロイテンバッハ、 シュバイクハイム、バインシュタット、ビネンデンが含まれる。出典、スタタスティシャス・ランディゼムット・バーデン・ベルタンベク、アンドレアス・キーザーの1685年の森林登録簿に描かれたフェルバッハ・フェルバッハは百1 2 1年にベルバックという表記で初めて文献に記録されている。地名は1357年にベラバック1800年頃に フェルバックと変遷している。この名称の意味は明らかでないが、フェルブイコール、柳の木に由来している、可能性がある。この村は、カンシュタットと共に遺産として、ベルフ家のものとなり、1191年に、シュタウフェン家、おそらく1199年にはすでにグリュー人間博、1291年に、ビュルテンベルク博と貴族を変えた。多くの領主が、 フェルバッハに所要を有しており、ビュルテンベルク家はそれらを一つ一つ購入していった。30年戦争の終わり頃、556人の住民がいた。フェルバッハは1811年に市場開催権を得た。1861年のレムス鉄道建設により、ビュルテンベルククニュー鉄道の鉄道網に接続した。この鉄道建設と、 ビュルテンベルク王国の首都シュトットガルトに近い立地であることから、フェルバッハの人口は1931年に1万人を超え、当時のビュルテンベルクのラントゲマインデとしては最大の町にまで拡大した。この町ははじめ、オーバーアムト・カンシュタットに属した。このオーバーアムトが解体された後、1923年に、フェルバッハはオーバーアムト・バイブリンゲンに属した。 このオーバーアムトは1938年からバイブリンゲン軍となった。1933年10月14日、この町は地に昇格した。第二次世界大戦後、人口は2万人を超えた。これにより、フェルバッハは1956年4月1日にバイブリンゲン軍内の大規模軍都市に指定された。以下の町村がフェルバッハに合併した値は、 推測地人口調査結果へバーデンビュルテンベルク州統計局の公的な研究結果による。フェルバッハは古くからビュルテンベルクに属しており、もともとはカンシュタットのウフ教会の管轄下にあった。中世にはフェルバッハは独自の教会区となっていた。教会はもともとは聖マリア、後に聖ガルスに建造されていた。年に、 ビュルテンベルク領で宗教改革が行われた。現在の本市の教会は主に15世紀に建設されたルター教会である。ルター教会の他にパウルス教会やメランヒトン教会、リントレ地区にヨハネスブレンツ教会がある。シュミーデンシビュルテンベルク家によって宗教改革がなされた。ここにも古い福音主義教会がある。 エフィンゲンでは1970年になって初めて福音主義教会と教会区が設けられた。フェルバッハ氏のすべてのプロテスタント信者はビュルテンベルクの福音主義地方教会のかつてはカンシュタット教会監督管区、現在はバイブリンゲン教会監督管区に属している。宗教改革以前、フェルバッハのカトリック信者はコンスタンツ司教区に属し、グルンバッハさん会。 アンテニーマス女祭長の管轄下に置かれていた。再びカトリックが起こった後、1923年に独自の教会が建設された。この教会は1949年に再建された。1967年に第2の教会としてマリア・レギナ教会が建設された。趣味遺伝ではカトリック信者の流入により、1958年に 独自の教会が建設された。趣味遺伝には1961年から独自の司祭区が設けられた。エフィンゲンは福音主義のビュルテンベルクにおけるカトリックの飛び地であった。エフィンゲンはノイハウゼン騎士課の所領で1619年にアウクスブルク聖堂参事会に売却された。1800年頃の短期間エフィンゲンにフランシスコ会修道院が設けられていた。 エフィンゲンの村外れに古いカトリック教会があったが、第二次世界大戦中に空襲により、被害を受けた。現在のクリストス系に非教会は1968年に建設された。フェルバッハ市の三つの司祭区は、2003年に創設されたイタリア語話者のマリア・レギナ教会と共に、ロッテンブルク・シュトゥットガルト市教区、レムスムル主席司祭区内で、フェルバッハ市牧会を形成している。 新首都派協会は、フェルバッハに1400席を有するシュトゥットガルト市と、関区中央協会を建設した。ここには、霊的最高医者にあたる、主任使徒や、その他の新首都派協会の高位聖職者がしばしば訪れる。2005年の聖霊降臨祭には、当時主任使徒であった、ビルヘルム・レーバーが礼拝を行った。二大教会の他に、フェルバッハには、 ギリシア正教会やいくつかの自由教会も存在する。例えば統一メソジスト教会、メノナイト教会、センブンスデーアドバンテイスト、エホバの証人などがフェルバッハで活動している。1997年からは、趣味遺伝区のファティーイコールモスクで、イスラム教の礼拝が行われている。フェルバッハ視聴者、フェルバッハの市議会は、 選挙によって選出された32人の名誉職の議員と議長を務める上級市長で構成されている。上級市長は市議会において投票権を有している。フェルバッハの青年は1999年から市の運営に関与している。青年議会は自治体行政の青年の伝達組織及び青年と市の組織との仲介役として存在している。 フェルバッハのトップは、古くは、シュルタイス、1930年から公式に、ビュルガーマイスターと呼ばれ、大規模軍都市に昇格した1956年4月1日、以降、オーバービュルガーマイスターと呼ばれる。上級市長は8年ごとに直接選挙で選出される。上級市長は、市議会の議長を務める。第二次世界大戦以後の市長を歴史する、図柄、 赤字に上下一列に配置された三つの銀色の狼用の罠。死の旗は白から赤である。この紋章はフェルバッハの地元貴族を象徴している。この紋章は1956年3月13日にバーデンビュルテンベルク州政府の認可を得た。1956年までの古い紋章1933年まで使われていた紋章は フェルバッハ村の境界石の印であったイニシャルの F が書かれていた。その後、ワイン作りを象徴する青いぶどうの房と銀色の F を書いた紋章が、現在の紋章が認可される1956年まで使われていた。フェルバッハは以下の都市と姉妹都市協定を結んでいる。これら5つのヨーロッパの都市とは一部で緊密な交流が行われている。 フェルバッハ側では、その活動に、上級市長の専門部局、姉妹都市協会、外国文化協会、学校、市民が重要な役割を担っている。例えば、以下のような活動が行われている。さらに、フェルバッハは、2000年からコスボのスハルカと、青少年、教育施設を建設、運営する、プロジェクトパートナー協定を締結した。この施設は、 フェルハウスと名付けられた。ブドウ畑からフェルバッハを望むフェルバッハは工業化以前には特にワイン作りの町であった。カッペルベルクでのブドウ栽培は1245年に初めて資料に記載されている。現在182ヘクタールのブドウ畑で栽培が行われている。フェルバッハーバインゲルトネルンの他に一連の個人所有のワイン農場があり、 中でも VDP のアルディンガーやシュナイトマンが優れている。フェルバッハ、シュミーデン、エフィンゲン周辺の畑では主に穀物やトウモロコシが栽培されている。シュミーデンの農地はドイツで最も肥沃な農地の一つとされている。園芸業はかつてフェルバッハを全国的に知らしめるほど重要であった。1990年代までの産業は特に バーンホーフ通りや監視タッター通り界隈の小売業が主力であった。構造変革によって大きな変化が起こった。古くからある地元の小売業者は競合他社の圧力や購入者の減少により閉店していった。その後地には飲食店や日焼けスタジオが開店した。その後、現在の区は主に通勤者のベッドタウンとして発展した。 しかし中小企業も多く存在している。その多くは金属産業分野の会社である。連邦道 B14 号線のカッペルトンネル、西口連邦道 B14 号線は1992年に完成した長さ1600メートルのカッペルベルクトンネルを通っている。このトンネルは通過車両を市域南部のバイパス道路へ迂回させている。シュトットガルト北東道は フェルバッハの抵抗によりこれまで建設されておらず B29 号線はフェルバッハの東端から一部 B14 号線と共通の形でスタートしている。この他にフェルバッハにはもう一本トンネルがある。1997年に開通したフェルバッハ・シュタットトンネルである。このトンネルは B14 号線の旧道をカッペルベルクトンネルを通らずに 市街地の地下を通って、シュトットガルトバーとカンシュタット側は、フェルバッハ平原通り、バイブリンゲン側は、フェルバッハビュール通りにつながっている。U1 号線の終点フェルバッハルター教会駅、フェルバッハは、シュトットガルト交通、運賃連盟に加盟しており、これにより、公共旅客交通の便が良い。本市は、シュトットガルト S バーンの S2 号線及び、S3 号線の停車駅がある。 フェルバッハ駅はカテゴリー3の駅である。フェルバッハのルター協会前にはシュトットガルト市電 AG の U1 号線の終着駅がある。さらに市内はバス路線58番オーベーレツイネライシュミーデン、市庁舎60番、67番、207番、212番で結ばれている。シュミーデンには3つの駅の間を運行する公園鉄道がある。 アーベント・やシュピール・プラッツ・レームグルーベの近くにある。フェルバッハでは日刊誌としてフェルバッハ・ザイトゥングが刊行されている。この新聞の全国面はシュトゥットガルトのハリヒテンと同じである。この新聞にはフェルバッハ向けの特別な地方面がある。地方面は通常6面で構成されており、政治や街の出来事の他に街特有のスポーツ面もある。 シュトットガルターザイトングもフェルバッハやケルネン・イムレムスタールでは特別に作成した地方面をつけて観光されている。フェルバッハにはバーデンビュルテンベルク州の給与、扶養部局やシュトットガルト科学、獣医学検査局がある。ゾンマーライン近くの工業地区には一般の立ち入りが禁止されたバーデンビュルテンベルク州犯罪局の建物がある。 この期間は過激派グループへの対応に従事している。フェルバッハには、ギムナジウム2校、実家学校2校、基礎家庭、本家庭学校2校、基礎家庭学校4校、養護学校1校がある。さらにフェルバッハには、3校ある、レムスムル軍の精神、身体障害者のための学校のうちの1校である、フレーベルシューレがある。この他に、私立音楽学校、 青年芸術学校、青年技術学校が各一校ある。私立学校としては、ヘルムート・フォン・キューゲルゲン州レア SIS、スイス国際学校ドイツがある。運転レスレムスタール市民大学は、バイブリンゲン、フェルバッハ、バインシュタット、ケルネン、コルプの市町村が共同で運営する市民大学である。シュバー・ベンラントハレ、シュバー・ベンラントハレは1976年から、 ワインと会議の街を標榜するフェルバッハ市の文化、会議センターとなっている。2003年には372の催しに合計125,951人が来館した。ここでは定期的に客演の演劇公演が行われる。フェルバッハには劇団、テアター・イムポリゴンもある。その本部はユーゲントハウス、フェルバッハにあり、ここで上演も行っている。 年に1回、11月に、国際青年演劇祭、ブンテビューネが開催され、世界中の演劇グループが集合する。趣味遺伝には、歴史的建造物、グローセスハウスのボールとの地下倉庫を利用した、プログラム映画館、オルフェオがある。映画上映の他に、演芸とキャバレーのゆうべ、ファルバッハージャズイコールウィークエンド、青少年向け演劇の上演が行われる。 私立博物館私立博物館1977年に開館したフェルバッハ私立博物館には市の歴史がわかりやすく展示されている。この博物館は1680年に建造された木組建築の中にある。同じ建物にフェルバッハ文書館も入居している。この博物館はユニークな私立博物館として2014年にヨーロッパミュージアム・オブ・ザ・ヤーにノミネートされた。 赤十字通信博物館この博物館は約100平方メートルのスペースに第二次世界停戦後から現在までに赤十字や警察、消防、救助隊、技術支援隊の出動に使われたほぼ完全な通信機器を紹介している。ギャラリー視聴者複合台内に1997年にフェルバッハ氏のギャラリーがオープンした。都市警官。 フェルバッハの街並みフェルバッハの建築場の外観は一面はワイン作りの街としての過去によって別の面は20世紀初頭以後の急激な工業発展によって形成された。例えばフェルバッハとシュミイデンとの間のかつての田舎道が拡幅されたのは校舎の例であるカッペルベルクの麓のワイン作りの街であるアルトイコールフェルでは16世紀から18世紀の 農家風の木組建築が街の景観を支配している。一方、ウンター下と特にバーンホーフ通りやカンシュタッター通りでは20世紀初めの歴史主義様式や有限都市ティールの市民、階級的な都市家屋が支配的である。例えば、福音主義の集会所、かつての旅館、ボルフスアンゲル及び様々な家屋やオフィスなどである。フェルバッハの工業建築。 例えば、レンガ作りの社屋や、それに隣接して、企業家の邸宅がある旧金属加工場ビュストなども、注目に値する。前世紀の無分別な近代化により、歴史的変遷を有する建築構造は繰り返し、破壊され、現在のフェルバッハには統一された、都市景観が存在しない。歴史的な建造物の間に、近代的で機能的な、新しい建築物が現れ、 全体的な景観を台無しにする。例えば、バーンホーフ通りとカンシュタッター通りとの間にある、打ち放しコンクリートの巨大な建造物、シティなどのことである。この他の、例えば歴史的な建築地区の外にある、シュバーベンラントハレや、それに隣接するコングレスホテルなどの建築プロジェクトは、中心街との建築上の影響関係は、ほとんどない。 最新の都市近代化政策も多くの木組建築の破壊という犠牲を必要とした。特に新しく建設されたフェルバッハーマルクトハレや現在のヒンテーレ通り付近である。1950年代にウンターしたとの外れに多くの高層ビルや緑地を有する住宅街が建設された。1989年の東部バイパス道路建設により街の境界は、 シュミーデンの領域にまで拡大した。広い範囲で、それまでの農地が封鎖された。西のシュトットガルトとの市境付近は、この州都への合併を避けるためもあって長い間でつかずであった。フェルバッハの都市計画は、最近やっとこの原則を放棄した。ここに、屋内、屋外プールが建設された。それまでのプールは完成後に閉鎖された。シュトットガルター通りに、 スーパーマーケットやホームセンターが進出したことでそれまでのオフィスの中心は西に移動した。これによりバーンホーフ通りはメインのショッピングストリートとしての性格が大きく損なわれた。昔からあった地元の小売店は大部分が飲食店に変わった。ルター協会、ルター協会この街の最も重要な見どころで象徴的建造物である福音主義、ルター協会は 教会城塞として建設され、水堀を巡らせた壁で囲まれていた。19世紀初めに防御壁は取り壊された。かつての楼門だけが残され、校舎研究員宿舎として利用された。フェルバッハ市立博物館の模型が教会城塞としてのかつての姿を示している。教会の塔と内陣は1519年、1524年の新築時にまで遡る。 新道は1779年に建設された。塔は階段破布と小塔を持つ切り詰まい屋根をいただいている。隣の新市庁舎建設時の1986年に市中から中世の防御壁が発見された。その後、防御壁の南東の平面図が敷石で再式され近くできるようになった。境界塔の半分の高さにある開口部はかつては、 防御壁の通路につながっていたもので、かつての防御壁の高さがわかる。旧校舎が取り壊されたことで、最後に残された、教会上祭の遺構が失われた。その他の教会カトリックの聖ヨハネス教会は1923年に建造された。福音主義、パウルス教会は1927年に作られた。道武器の屋根をいただいた、どっしりとしたその教会塔は、 この町の都市景観を決定づけている。マリアルギナ教会は1967年に建設されたもので、建設当時にはヨーロッパで最も近代的な教会建築と称された。1994年に行われたシュミーデンの三位一体教会の修復で、その内装がゲルリンでベック教授によって芸術的に新しく作られた。 旧牧師館1509年に建設された旧牧師館はフェルバッハの牧師の住まいであった。入り口の記念版はこの館のかつての住人、特に詩人のゲオルク・コンラート・マイグラー、牧師のフリードリ・ヒビル・ヘルム・コーラー、牧師で著述家のカール・フリードリ・ヒベルナーを記念している。最後は景気店・兼カフェとして利用された。近年改築され、住居に転用された。 この建築工事は、特に古い牧師館の納屋を一部解体したことで、歴史的な建築アンサンブルに傷を残した。旧役場、フェルバッハの旧役場16世紀に建設された役場は、何、世紀にもわたって、フェルバッハの村長の所在地であった。この建物は、市の発展や行政業務の増大に伴って何度も、拡張され、最後は1912年に、川翼が、 有限としている様式で増築された。注目すべきは、柱に、偶意的な天使像が施された1階のアーケード、大会議場の贅沢な構成や、張り出し部の彩色ガラス窓である。アルテ・ケルター1906年に建設されたアルテ、ケルターは、その大きさや姿がユニークで重要な建築物である。この建物は、バーデン・ビュルテンベルク州最大の公共の、 武道絞り所建築として、ここでは伝統的な木組建築が工業的に合理的な建築の大きさに結びついている。見どころは3000平方メートルを超える平面を覆う木造でフィリグリーを施した屋根の構造である。その他の建築ケルネントをカッペルベルクのバルトシレスレ、ケルネン山頂のケルネントを呼び有限としている様式の新校舎。木組建築では 以下のものが優れている、ザイラーハウス、旅館、ツームヒルシェン、旧薬上流の旧コンスタンツァー養護施設、イリハウス。新しい建造物では、1986年建設の新市庁舎が結出している。旧墓地新市庁舎近くの旧墓地には、フェルバッハの人物の古い破壊紙が見られる。新しいクラインフェルト墓地の造成により、旧墓地は緑地に改造された。 壁に囲まれた過去位置は望ましくない侵入者を締め出すための村の古い壁の最後の遺構である。注目すべきはポストに使われていた穴である。また、墓っちの南西角に古い手楼が保存されている。換気塔1997年、市の中心部を通る旧連邦道 B14 号線のフェルバッハ、シュタットトンネルの建設工事時に建設された2本の換気塔は、 フェルバッハで賛否両論の建造物である。この日本の塔は町の他の建物の大部分を見下ろし、夜間には緑色の照明で目を引く。地元では当時のフェルバッハの上級市長、フリードリヒ・ビルヘルム・キールにちなんでこの塔をフリードリヒとビルヘルムと呼ぶ。シュミーデンの建築物、シュミーデン宿の地元の福音主義協会である聖、ディノニジウス及び バルバラ教会はもともとコールトゥルム教会として建設された。現存しているのは12世紀に改築された内人島である。内人と神道は15世紀に建設された。内人には1470年から1480年に制作された壁がある。隣接する牧師館は教会史屋のフェルディナント・クリスティアン・バウアの成果である。 エフィンゲンの建築物エフィンゲンの象徴館は、バーデンビュルテンベルク文化財財団によって、2007年7月の文化財に選ばれた。ランドングスブリュッケ・フェルバッハ・ランドウングスブリュッケ・フェルバッハ・バイデバッハタールの終わりにあたる、ネッカー川の数百メートルの包みは、フェルバッハ市に含まれる。ラントシャフトパルク・ネッカープロジェクトの枠組みで2008年から2009年に、 この区間の再自然化が行われ、人が歩いて通ることができる芸術作品、ランディングスブリュッケ・フェルバッハの設置が推進された。クラウスブリーによって設計された、長さ24メートルの、この鋼鉄作品は、水面から6メートルの高さで終わっている。ベジヌングスベーク・フェルバッハ、ベジヌングスベーク・フェルバッハの、形には、自然、芸術、宗教、哲学が集まっている。 計画されている12のベジヌングスオールドのうち7箇所がすでに出来上がっている。カイサンファミリーレジャープールフェルバッハイスリンガー通りのマックスグラーザーシュタディオンの近くにカイサンファミリーレジャープールフェルバッハがある。クワイレの式典は2011年5月3日に行われた。このプールは2013年9月15日にオープンした。ゲーバタワーゲーバータワー。 フェルバッハタワーの名前で、フェルバッハ市の東外れに、高さ107メートル、35階建ての住居、オフィス、ホテルが入る高層ビルが計画された。市議会は2007年11月27日に、これを承認した。2008年7月に建設予定地の多くの建物跡を撤去することで工事が始まった。この高層ビルは、バーデンビュルテンベルク州で最も高い建物であり、 ドイツで3番目に高い住居建築となる予定であった。それから4年後の2012年始めになっても、新しい建物の建設は始まらなかった。財政上の問題が原因とされた。市議会は2012年7月10日に着工を許可し、同日に建設担当者は、プロジェクトの実現を公表した。度重なる、遅れの後、 高層ビルの建設は2014年5月に始まったが、2016年9月6日の上等式のすぐ後に、セシュの競馬後通一 GMBH&COKG の倒産により、建設が中止された。このタワーは2018年に売却され、SLT107 シュバーベンラントタワーと改名された。フェルバッハの秋のワインの幽霊パレードフェルバッハには29のスポーツクラブがある。 このうち TSV シュミーデンが最も会員数が多く、わずかな差で SV、フェルバフ派がこれに次ぐ。その他に7つの音楽クラブ、5つの歌唱クラブ、9つの事前クラブ、4つのカーニバル収束クラブがある。国内外の職業コンテストのための公益クラブ、ワールドスキルスジャーマニーもフェルバフ派に本部を置いている。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。